命の物語。遠い遠い遥か宇宙の彼方に、命のふるさとがありました。ここから命がたくさんの星のお母さんのところへ旅をするのです。今日もまたお母さんたちのお腹に宿るため、たくさんの命たちが旅立とうとしています。二つの命がお話ししています。私の行き先は地球のお母さんね。ちゃんと行けるかしら。どらどら、見せてごらん。ここなら僕も行くことになってるんだ。僕たち同じお母さんのところに行くんだね。まあ、じゃあ私たち双子の命なのね。そうみたいだ。よし、僕に任せてついておいでよ。双子の命は命のふるさとを出発し、地球へと向かいました。着いたわね。そうさ、今からが誕生に向けてのスタートなんだ。でもね、お母さんはまだ私たちのこと気づいてないみたいね。うん、でも僕たちのことずっと待ってたみたいだよ。ほら、お祈りの声が聞こえるよ。本当だ、嬉しいな。ねえ、私たちこれからもずっと一緒だね。そうだね。それから3週間経ちました。そろそろお母さん、私たちに気づく頃ね。喜んでくれるかな。ドキドキするね。実はね、僕はそろそろ戻らなきゃ。どこに？命のふるさとさ。どうして？なぜ戻るの？実は僕の役目は君を無事にここへ送り届けることだったんだ。だから僕の役目は終わったんだ。帰らなきゃ。じゃあ私たち一緒にいることができないの？一つの命は悲しくて悲しくて泣きました。泣かないで。僕ら命は永遠なんだよ。使命って命を使うと書くだろう。僕の今回の使命は終わったんだ。命のふるさとに帰ったらまた新しい使命を持つんだよ。君の使命はこのお母さんの子供として幸せに元気に生きることなんだ。大丈夫、僕らは必ずまた会えるんだよ。その頃お母さんは
お医者さんのもとにいました。おめでとうございます。お腹に赤ちゃんがいますよ。お母さんはとってもとっても嬉しくて、何かが心から溢れてくるような気持ちになりました。お、元気に心臓が動いてますね。もう一人いますよ。双子ですね。こちらは母さんはさっきのあふれるような気持ちが一瞬途切れたような気がしました。でもまっすぐに先生の目を見てこう言いました。この子は二人分の命で生まれてくるんですね。それからお母さんはお腹の赤ちゃんに歌を歌ってあげたり、絵本を読んであげたり、生まれる日を本当に本当に楽しみに待っていました。そして待ちに待った赤ちゃんの誕生です。おめでとうございます。かわいい赤ちゃんですよ。お父さんも言いました。二人ともよく頑張ったね。生まれたばかりの赤ちゃんを抱いて、お母さんは優しく言いました。もう大丈夫よ。よく頑張ったね。もう大丈夫よ。お母さんは赤ちゃんの右ほっぺをそっと優しく撫でてあげました。すると赤ちゃんはピタリと泣き止んで、穏やかな声に変わりました。新しい命、あなたはこれから何を見つけるのでしょう。命のふるさとへ帰るまでに。今日も命のふるさとでは、命たちがたくさんのお母さんのもとへ旅立っています。そして使命を終えた命が戻ってくる。その繰り返しがずっとずっとずっと